ようこそ。お邪魔します。今日の菜々子さんのファッションはまたかっこ綺麗だなみたいなことを感じながら迎え入れました。おそらく僕の両親は気に入ると思いますね、はい、いやようこそ。本当に来ていただいてお邪魔します。嬉しい、嬉しいです、うん、すごい、うん、ちょっと緊張してる。緊張する、やっぱり緊張する。緊張するでしょ、やっぱり、うん、お母さんと会う方が緊張しそうだなと。女性が女性を見る目の方が、うん、やっぱ厳しいと思う。俺多分親御さんに会う以上に緊張してるかもしれない。え、本当？何をこううちの親が言い出すかわからん。いやでも大丈夫だと思うけど、うん、なんか俺のさ、なんか恥ずかしいことがいっぱいいそうだからさ。菜々子さんに関しては本当に彼女の全てをまだまだ全然知らないなって思うとこあって、友達みたいな部分もあるのかなみたいな、まあ、ある種小悪魔的なとこでもあるんですけど、やっぱり私はリンクのことが好きだし、昨日話してみて次も会いたいなって感覚にさせてくれる、こうすごい強い好奇心が引き続き湧いてるんで、男としてやりがいがあるんじゃないかって思ってますね、はい。で今日はうちの親をですね、一緒に料理をしてもてなすっていう流れだったんですけど、そしたらまず今日は豚汁と豆腐、はい、卵を作ります。やったー。やっぱりこう新婚夫婦という設定で一緒に共同作業したらどんな感じなのかっていうところも僕自身、まあ、それぞれの女性を見たいなと思っているので、まあ、共同作業が発生するような形式にしました。前にワイズさんに料理を作ったのが結構パーティー料理っぽい料理だったから、今回はちょっと和食にしてこういう料理も作れるんだよっていうのをちょっとアピールしようと思います。じゃあ洗って、これ皮むきます。皮むいてくれるの？むきます、むきます。じゃあお願いします。はい。お付き合いする中で食っていうのを本当にすごい大事にしてるから、一緒に料理作れる男性っていいなって思います。お父さんとお母さんってどんな人？うん、うちのまずお父さんは言い表すとゆるかわいい人。え、待って、え、ゆるかわいい。うちの母親は割と向上心高め、うんうんうん、ずっと翻訳と通訳の仕事してるんだけど、うん、専業主婦で終わらないタイプ。終わらないタイプ。あ、うん、いいね、すごいかっこいい、うん、なんかやっぱりさ、外で評価される場があるのってすごい、なんだろう、夫婦関係で超大切だなって思う。仕事に関してもお互いこう本当後悔しないように、やりたいことがお互いやり続けられるように、まあ僕としてはこうサポートしつつ、でもまあ子育て一緒にやりつつみたいな、僕と菜々子さん結婚観ってずれてないのかなっていうのを思ってます、はい。何を作ってらっしゃるんですか？豆腐ハンバーグを作っております。これってなんかそのままこねるって感じなんですか？そうです。じゃあ、はい、小口先生、はい、今日は見て学びます。ちょっと菜々子さんは意外と結構料理好きで、一緒に作業して分かる段取りの良さとか手際の良さとかってあると思うんですよね。そういうところ発見でした。どうしようかな、バットに作ってもあれだから、はい、OK です。よし、来た。 OK です。はい、オープン。肉汁出てきた。わー、すごい美味しそう。まあ、2人の空気もなんか本当に自然な感じだとは思うので、親としてはいいって言ってくれるんじゃないかなと思ってます。ちょっと見ていきます。背筋がゾッとしたっていうか、まあ切ったなみたいな。はい、どちらかというと、まあ、懸念の方が多かったですけれど、あ、ここまで来たんだなと、まあ、そういう思いですね。食事を共にするというのは、まあ、いろんなものが見えてくるんじゃないかなとは思いますが、どういう方かなかというのを柔らかく受け止めるような感じで臨ませていただこうかなと思ってます。掛け合いをこう見せていただいて、この子やったら波長が合うのかなっていうのがなんと分かると思うんで、しっかりと見させていただきます。どうぞどうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。こんにちは。小口菜々子と申します。ちょっと菜々子さんです。菜々子さん、はい。どうぞどうぞ。ほっとしたというか、あ、いいねっていう感じですね、一言で言うと。
あのこの前あの親御さんにご挨拶して、うちの実家にあの来ていただいて、どちらと山梨県の清里っていう、あ、そうなんですか。そうですそうです。七子さんのやっぱりこう自然体な部分と、あと僕とのこう空気感とか、そういったところを両親に見てほしいなっていう感じですね。ここたまに英語で喋るんだけど。あ、本当。そうそうそう。そうそう、少しだけ。じゃあ早速、すみません。ようこそって、よろしく。はい、よろしくお願いします。ごちそうになりますね。口に合うかわからないですけど、召し上がってください。すごい、ありがとうございます。素敵だよね。優しい味がする。うん、うん、おいしい。よかったです。会ったことない人に料理を作るっていうプレッシャーと、親父さんの両親にお会いするっていうプレッシャーがやっぱり大きかった。結構、うん、あの家族で集まってお食事とかもしたりするんですか。うん、しますね。いいですね。やっぱ近くに住んでるって伺ったんですけど、ねえとか言ってなんでそんな、なんかすごいあれじゃない、硬くない、え、硬くないとか母親が全然笑わなくて、僕うすうす恐れていたのが、やっぱ母親ってその僕が結婚しうるであろう人間に対してすごく厳しい目線でいるだろうなと思っていて、まあ、それはあの過去僕はほとんど女性を紹介してこなかった理由にも近しいんですけど、うわ怖みたいな。今は東京の住まいですか。はい、今東京に住んでます。で今税理士を目指して勉強中なんですけど、ちょうどちょっと話すとあれ長いですけど、話して話して、何科目目受かった。1科目目を待ってるとこです。12月に結果が出ます。で、あとは来年何を受けるの。こういう話になると乗ってくる。財務諸表論を受けて、平均8年かかるっていう風に言われてて、まあでもね、働き続けてる、ね、働きながら、はい、なんかまあ取っていけたらなとは思ってます。取った方がいいね。そうなんですよ。なるほど。そうなんです。ぜひぜひ、取り繕うことができない共通項が母親も発見してたみたいで、よかったなと思いました。あれ、七子さん、さすがやわと思って。時々凛太郎と英語で話するっていうこと、留学の経験とかあるんですか。高校時代に1年間の交換留学していて、AFS？ あ、そうです。AFS は行けないよ普通。うん、かなり優秀だと、それだけで分かりますよ。かなり優秀。自慢していいものをそういう自慢げなくさらりと客観的に言うところに、まあ、あの品の良さというのを感じました。今回はなんかローズに自信持てるぐらいすごくいい時間だった。今回はいけると思う。でもどうですか、僕は今その結婚というものに向けて着々と進んでるんですけど、かなり懐疑的な要素もあったけど、会ってみると結構いい線来てるんじゃない。いや本当素敵な人だと思う。しっかりした女性だと思いますよ。うんうんうん、どうなの、どういう印象だったの。あ、いい、すごくいいと思う。やっぱり自分で手に職を持ってちゃんと子育て終わったら復帰できる青写真を描いている人であればちょうどいいんじゃないかなって思う。あ、おお、母親がすごく肯定してくるって、まあ、実は初めてで、ね、だから奈々子さんはその分、その点からするとパーフェクトなんじゃないの。パーフェクトっていうこと、うん、出ました、パーフェクト、ね、出ました。すごい、親からパーフェクトって言葉出ると思わなかった。母親から全く出ましたか、ね、マジでなかなか聞いたことも、てか初めて聞きました。息子もびっくり。いいんじゃない、奈々子さんで。何も言うことない。じゃあ帰ろうか。じゃあ帰ろうか。
親の意見は極論あんまり聞かないようにしてますとかってこう、まあ、半分強がってるんですけど、プラスなことをすごく言ってくれたんで、いい意味で参考にしながら選んでいきたいなと思いました。お疲れ様、ありがとう。でも俺ちょっとすごい言っていい、すごい正直な話をすると、うん、母親がベタ褒めで、あれマジでみたいな、なんか、あなんか私も一緒にいてすごく楽しめたから、こういう家族とだったら本当になんか将来を想像できるなっていうふうに思いました。お疲れ様でした、本当にすみません、なんかちょっと緊張させちゃって緊張した、ごめん本当に。だから別にそんな母のさあのことそこまで気にするわけじゃないけど、でも、うん、そう言ってもらうのが嬉しいなって、親の評価ってすごい的確なアドバイスだなると思うから、うんうんうん、今回うちの両親に会ってもらって、冷静に現実を直視する人なんだなっていう風に最後の最後までなんかこう感じるところがあって、そういうところはちょっと僕に実はあんまない部分かなと思っていて、彼女が冷静で僕が情熱ですね、その重なり合いの間でこう何かしらこうねパートナーとしてやっていけそうだなって気もしました。こうエイズさんだけじゃなくて、なんかその周辺のいろんなことも含めて、なんかこう彼のことを好きになってきたなっていうふうに思う、うん、まあ親に、ね、会ってもらって、うん、でも今日は本当に一日ありがとう。いや私もありがとう。おいしく見てる、じゃあ菜々子さんに関しては一回こういう曲折もありつつも、でもやっぱり今すごくプラスな、気持ちでいっぱいです。正直な気持ちをお伝えすると、小口菜々子さんのことは好きです。